5月27日の運動軸通信をお送りしています。ジェネレティブ AI は脅威だ。それはまた窃盗の目に成り立っているのだろうか。今日9日目です。著作権侵害の告発に直面する不思議なテクノロジー。四角いピクセルに囲まれた筆を持つ手のイラスト。今日9日目です。ウォール・ストリットジャーナルシやサンシなどを所有するニューズ・コープレーションは 2月何枚を明かしていないハイテク企業と高度な交渉をしていると発表した法廷よりもビジネスパートナー探しの方が望ましい我々は求愛するのであって訴えるのではないと同社の最高経営責任者であるロバート・トンプソンは語りオープン AI のボスであるサム・アルトマンを称賛したフォトライブラリーであるシャター・ス,ストックはオープン AI と AI にリソースを注いでいるソーシャルメディア帝国である メタの両方にアーカイブをライセンスしている。オンラインフォーラムのレディットとタンブラーも AI 企業にコンテンツをライセンス供与していると報じられている。私たちの親会社であるエコノミストグループは私たちの作品をライセンス供与するかどうかについて公的な立場をとっていない。権利者の多くは内心悲観的だ。ロイターインステ,ィテュートが56カ国のメディア幹部を対象に行った調査によると 48%が AI のライセンス契約による利益はほとんどないと予想している。最大手の出版社でさえ大動きはしていない。2022年に39億ユーロ、41億ドルの売り上げがあったアクセル・シュプリンガーは、オープン AI との3年契約で数千万ユーロの収入を得ると報じられている。ということで、今日この日目ですが、まあ、メジャーなですね、ニュース媒体がですね、 AI 企業と契約しているそれはあのニュースウォール・ストリート・ジャーナルとかサンとかですねいろんな団体がですねそういう実態としてはそうなって今契約しているとで実際にはですね40あのこういうメディアの48%がですね利益はあまりないというふうに言ってるようですねで実際には2022年の,あのアクセル・スプリンガーっていう 会社はですねオープン AI と、まあ、39億ユーロの売り上げがあるんですけれどもこういうあの交渉でですね実際には数千万ユーロしか得ることができないというふうに言ってるんですね。